オンジャモ、どうも、サオでございます。というわけでですね、さあ、最強のレイド、誰だったんでしょうか。まあ、僕は月光かと予想しました。これが外れていたら引退ということで、引退をかけた予想。見事、的中でしたね。絶対引退する気なかっただろ。完食を引退しようかなって思ってました。おやつです。まあ、それはさておき、今回のこの月光がレイド、まあ、来ては見たものの、めちゃめちゃ嬉しいより前に、あれ、こいつ理論上最強じゃね。そんな声が上がっております。さあ、今回の対策はどうするべきか、いろいろお話ししていきましょう。はい、というわけで月光河についてお話ししていくんですけど、そう、どうですか、これ見てください皆さん、めちゃめちゃ画質悪いですよね。これね、実家用に5000円のキャプチャーボードを買ったんですけど、これなんかあまりにも画質が悪いですね。まあ、安物には注意してくださいと。まあ、ちなみにマイクの音質もこれ下がってるんですけど、これも実家仕様で、いつもは20万のオーディオインターフェース使ってるんですけど、今2万です。まあ、なのでまあ、ほぼ月収みたいな額で実況を撮ってるんですが、毎回かかってるわけじゃねえだろ。世間話はさておき、月光河についてお話ししていきます。さあ、皆さん、月光河の対策はどれぐらい机上論で練ってきたでしょうか。月光が来てないんでね、机上論でお話しするしかありません。まあ、なので実際に来てみたところ、めちゃめちゃ弱かったよねっていう話はさておき、まあ、ヤドランとかいろいろとそういう声が上がってるんですが、実際机上論ではどうなんでしょう。まずは月光がの技範囲なんですが、多種多様、多種多様っておかしいな。まあ、とにかく技範囲が広すぎる。まあ、これは変幻自在の名残みたいなもんで、まあ、まず今回のレイドなんですけど、テラスタイプが毒です。変幻自在は考える必要はありません。なので基本的に毒タイプがタイプ1、悪水がタイプ1、他タイプ不一致みたいなイメージで考えてください。なので基本的に順位としては、まあ技の威力ですよね。まあおそらく毒タイプのテラスタル、最終奥義がダストシュートになってくるかと思います。でこれを基盤に考えると物理型になってくるのか、はたまた両刀なのか、まあ、この時点で意味が分かんない。まあリザードンの時には両刀ではなかったので、超最強の月光が出ない限り、今回は物理型で来る可能性が高いと思います。ってなると冷凍ビームとか警戒しなくていい可能性があるんですが、威力的には毒タイプの技、水タイプの技、悪タイプの技って感じでダメージが高いので、ここら辺を集中的にケアする必要があります。ポケモンたちを見ていきましょう。ヤドランですね。でマリルリ、ドオーですが、ヤドランですと悪タイプが抜群で、マリルリですと毒タイプが抜群、ドオですともしかしたら冷凍ビームが持ってるかもしれません。まあそこが抜群で、ヌオーに関してはまあ草結びとかがあればね、抜群で、かつサブエポに草分けとかがあったら終わるって感じなんですけど、まあちょっとヌオーとドオーについては他の面のデメリットがあります。まあここでもうお分かりいただけたと思うんですけど、あまりにも技の範囲というか、毒、悪、水の組み合わせがもう多彩に抜群をついてくる。基本的に10倍以上になるって感じになるので、全てを受け切ることは不可能かもしれません。じゃあ実際にどんなポケモンが使えるのかなんですが、まあヤドランとかはね、もう抜群疲れるのは確実なんで、まあきついと思います。物理だった場合は全然受け切れて、まあなんとかなるってケースはあるんですけど、まあ抜群は疲れるので、まあなんかそんなにおすすめではなくて、でマリルリに関しても 100% ダストシュートおよび毒技で落ちるので、ってなってくるとやっぱり銅王とかになるんですよね。で月光が今回積み技は何なのかっていうとね、剣の間になります。めちゃめちゃ強い。まあ、なのでステータス上昇をなくす技とか強くなってくるんですけど、まあ、その中でまあ銅王ですね。で銅王に関してはアシッドボム使えます。貯水で水無効で、まあそれ以上は高水準で受けられますね。でダストシュートに関してもほぼ食らわないので、まあ悪の技をどれだけ防げるかって考えると、悪の技は火力指数そんな高くないので受けやすいポケモンだと思いますが、先ほど言ったデメリット、それだけ、銅は受けられるだけです。 DPS が高いわけではないので、まあマルチ向きのポケモンです。まあ、マルチは間違いなく活躍できると思います。特殊アタッカーと組めばめちゃめちゃ強いと思うんでね、手助けだったり、まあ自分で呪いとかも積めるので、まあ一応火力を上げることもできるんですが、いかんせんソロでやりたい人が大半だと思うので、まあ銅でどうにかなるかっていうとちょっと別なんですよね。でリザードンの時に可能だった技として、まあデデンネソロですよね。
で、デデンネソロが強かった理由って結局ドレインキッスが強いんですよ。ドレインキッスのおかげで攻撃しながら回復できるっていう部分が強かったんで、まあ、いくら銅の耐久指数があったとしても、まあ、倒れるには倒れるんですよね。それ回復技使えばいいんですけど、回復技使ってる間も時間制限にやられる、そんなポケモンが銅になってます。なのでマルチでは強いです。まあ、ほぼ同じ理由として原種ヌオウですね。まあ、原種ヌオウもほぼ立ち回りは一緒になってくると思うんですが、まあ、結局決定力がないんですよね、種族史的に。まあ、攻撃の種族史的に。まあ、もちろんいける確率もあるんですけど、一周一周長い、かつ安定しないかなっていうのが机上論上の話ですね。ではこのいくら耐えても無理だって話になってくるから、じゃあどうするかっていう話、まずはアタッカーを考えていくんですけど、まあ一応等倍以上に3タイプの技を抑えられるとして、ガブですね。でガブに関しては水が等倍、毒半減で悪等倍で、耐久もそこそこあって、かつまあ剣の舞ができる、まあ水が抜群じゃない地面枠ですね。火力も高いんで、まあいけるようにも見えるんですけど、まあこれソロではきついですよね、ガブはね。結局ね、月光がその3タイプ以外の技が何持ってるかもわからないので、もう本当にここまで聞いてくれた方はわかると思うんですけど、まあ、どんなポケモンでも結構厳しいよねっていう話になってきます。ではじゃあどうやって弱点をついて殴るのか。地面タイプは水が弱点です。もちろんそれはそう、結構厳しいんですよ。そしたらエスパータイプにしようじゃないかっていうと、今度悪の波動がぶっ刺さるわけですね。まあもちろん辻斬りとかそういろいろな悪技の可能性もあります。じゃあどうするかっていうと、タイプ不一致の高火力エスパー技で殴って、まあ技の受け側が等倍以下になるポケモンなんですけど、じゃあどういう技がタイプ不一致のエスパー技で強いかっていうと、結局アシストパワーになるんですね。まあ、なので今回は本当ガチでアシストパワー、てかエースバーンの時も使えたんですけど、アシストパワーっていう技はもうめちゃめちゃ強いです。積めば積むほど防御積んでもその技の威力が上がるというものです。まあ、なのでまあ等倍以上に抑えるとして、どんなポケモン、等倍以下に抑えるとしてどんなポケモンがいいのかっていうと、これロトムなんですね。まあ、ロトム、まあウォッシュですね。ほどほどの火力、ほどほどの耐久を持っていて抜群疲れないっていうポケモンになります。でロトムに関しては物理には結構厳しいです。最初鬼火するとかそういう感じになるんですが、結構厳しい。まあ、1回とかな時はかなり刺さります。ロトムは回電波打てて特殊技下げられます。まあ、アタッカーとしてはめちゃめちゃ良くて、アシストパワーを覚えます。まあ、相手が特殊技メインだった場合はロトムンぐらいになるんですかね。でこれ物理型、相手が物理だった場合って結構崩壊するんで、じゃあ次に誰なのかっていうとシャワーズです。シャワーズがほどほどの攻撃力を持ち、アシストパワーを持ちます。さらに溶けるが使えて、で瞑想を詰めます。でサポートもできます。なので結構シャワーズが耐久面としても刺さってるかなとは思いますね。で、ラストなんですけど、クレッフィ。まあ、SC が80でちょっと難ありなんですが、まあ、アシストパワー持ってます。まあ、数、瞑想、鉄壁できます。で、クレッフィの安定的なポイントに関して言えば、抜群疲れません。一応ね、月光が地面技を覚えるんですけど、まあ、おそらく採用されない技だと思います。泥かけとかになるんで、まあ、これやってきたらもう絶望的なんですけど、まあ、マルチ向けにもかなり強力ですよね。で、いたずら心で S に振らなくても先制で、まあ、金属音とか色々なことができます。で、一応瞑想積んどけばドレインキッスで半減ですけど、回復できないこともないかなっていう。まあ、クレフィは時間さえ大丈夫そうならめちゃめちゃ安定するポケモンになってます。まあ、この3匹どれかが活躍できるんじゃないかなとは思います。まあ、2つ問題があって、1つ目は月光が特殊だった場合ですね。まあこれ物理側でもめちゃめちゃきついんですけど、悪技ですね。悪技がきついんですよ。悪の波動が3割ひるみ、辻斬りが急所持ってるでしょ。どっちに転んでもめちゃめちゃきついんで、まあひるみに関しては隠密使えばなんとかなるんですけど、ちょっと猫がなんかビニール食ってる。まあ、なので技の追加効果すら強いっていうのが月光ガになります。2つ目はステータス上昇解除がめちゃめちゃ来るみたいな話だった場合、もう全てが瓦解します。超最強の月光ガレイドですね。まあこいつも刺さってたなっていうのが多分当日に分かると思うんで、当日は生放送で検証しましょう。というわけで、いかに月光ガレイドが強いかのお話でした。それでは当日1月27日を待ちましょう。それでは残念ですが、さようなら。